田口長次郎は、日本の政治家。参議院議員。衆議院議員。君に当局日、重光明。長崎県島原市に生まれる。長崎県立島原中学校を経て、農林省水産講習所本科卒業。長崎県、山形、滋賀、茨城各県の水産試験場勤務。1937年農林省水産局に入る。 1941年、家中水産株式会社に転職し、取締役副社長となる。戦後は、長崎で、共和水産株式会社を設立して社長になる。1949年の第24回衆議院議員、総選挙長崎一区に、民主自由党から出馬し、初当選。以後7期連続当選。1958年、 衆議院海外同胞引上げ及び家族援護に関する調査特別委員長。1960年7月、第1次池田内閣農林政務次官。1967年の第31回衆議院議員総選挙で落選。1968年の第8回参議院議員通常選挙全国区当選。1974年の参院選には出馬せず。 政界引退。1979年5月4日、死去。同年5月16日、長崎市名誉市民。ありがとうございます。